皆さんこんにちは、アパレロです。今回ご紹介する商品はパタゴニアのボルダーフォークレインジャケットをご紹介していこうと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧いただければと思います。こちら悪天候に対して体をドライに保つ、かさばらないレインジャケットとなっておりまして、こちらは3層構造の防水性のシェルとなっております。防水性透湿性シェルは最高レベルの快適さと機能性、長持ちする防水性と耐水性が提供されるようなアイテムとなっておりまして、生地にもメンブレンにも DWR という耐久性撥水加工にも有機フッ素化合物が使われておりません。またミニマリストのデザインで必要不可欠な機能だけを備えて、非常にコンパクトに収納できるすっきりとしたデザイン、またツバを備えた調節可能なフードもついております。フォーム入りのツバを備えたシングルプルで調節可能なかさばらないフードは効率よく水分を弾いて、悪天候での視界もしっかりと確保してくれます。使わないときはフラットに収納が可能となっております。水分の侵入を防ぐジッパーと機能的なフロントポケット、また防水性と防食性を備えたフロントジッパー、左胸にジッパー式ポケットが1つ、また水の侵入を防ぐジッパーが付けられておりまして、フライボックスやチーズやノートを収納できる大型のハンドウォーマーポケットが2つ付いております。悪天候に対応する袖口と裾っていうところも一つポイントとなっておりまして、すっきりとした袖口のテープ止め付きタブとフロントポケットの内側から調節可能な裾のドローコードにより風雨をしっかりとね侵入防いでくれますし、バックパックのウエストベルトの下でもかさばりを軽減してくれるっていう、まあ本当にね考えられた、まあ当然なんですけども機能的なジャケットなんじゃないかなと思います。またこちらリサイクル可能な素材っていうところも一つねパタゴニアらしいポイントなんじゃないかなと思います。でこちら実際着用してるんですけども、164センチ、54キロで、まあ、着用が S サイズを、着ております。まあ、本当にね形的には、もう本当にスタンダードな感じで、特別身幅が緩いとか、着丈が短いとかっていうのも全くなくて、流行り廃りのないデザインというところが、まあ、本当に長く使っていただける一つのポイントとなっていると思います。僕の体型でしたらね、もう一個下のサイズでも全然ねスッキリ感は出せるんじゃないかなと思いますし、そっちの方がよりねジャストフィットっていうところはあるんじゃないかなと思います。こちら一応ね SMDB っていうカラーなんですけども、まあ、ほぼほぼまあ黒に近い濃紺のようなカラーとなっております。まあ、本当に形はねすごく綺麗で、まあ、中にねレイヤリングも非常にしやすい緩さとなっておりますね。でこちら中にドローコードがついてるんですけども、こちら引っ張っていただくと裾がねちょっと調節可能ですよっていうところですね。まあ、正直ねこのタイプは個人的には結構苦手で、なかなかこうスムーズにできなかったりしますので、まあ、その辺は少しお好みが出てくる一個のポイントになってくるかなと思いますが、皆さんはいかがでしょうか。まあ、普通にね裾にドローコードついてるタイプの方がねちょっと慣れてるっていうところもありますので、まあ、その辺は、好き嫌いはちょっとあるかもしれませんね。で、こちらね素材は一応ポリエステル 100% っていう風になっておりまして、まあお値段もねまあ流行り廃りない感じを、踏まえると、まあまあこのぐらいしてもしょうがないのかなっていうところはあるんですけども、一応税込みで 3万3000円という形となっております。でこちらが、カーキの方ですね。結構ね濃いめなカーキで、まあ前回の動画でもお伝えしたんですけども、ちょっとね撮影時ちょっとライトの具合でなかなかねこう光沢がすごく、誇張して出ちゃうんですけども、もうちょっとマットな感じで、まあ色味も深みのあるカーキだと思っていただければと思います。この色も非常にねコーディネートしやすくて使い勝手のいい色ですし、もうベルクロの部分にしても、ジッパーの部分にしても、もう全部ねカーキで統一されてるっていうところはね非常に悪目立ちしなくて、もう大人の方でも本当にスッと入っていただけるんじゃないかなと思います。生地感的にはねちょっとこう張りのあるような、感じの雰囲気なんですけども、まあそんなにめちゃくちゃガシガシしてて動きにくいとかっていうところは全くないですし、まあ首元のところもね顔に当たってっていう感じもほとんどこの
不快な印象はほとんどなかったですので、そういったところもね、着心地はすごく個人的には良かったかなと思います。まあ、袖のね、長さはちょっと長めになってるんじゃないかなと思いますので、まあ、多少のベロクロで調節していただくことによって、まあ、そこはね、少し調節は効くので、まあ、さほど問題ではないかなとは思いますが、まあ、このカーキも本当に黒と合わすと非常に、引き締まってかっこいいコーディネートが、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。で、こちらも実際ちょっと着用してみたんですけども、まあ、サイズをね、ワンサイズ上げて M サイズを、着るとこんな感じですね。やっぱりさすがに M になるとね、僕の身長じゃちょっと大きすぎますので、まあ、着丈にしても特に袖丈とかですね、この辺はもう長すぎてちょっと着られてる感満載になりますので、ちょっと色味だけのご参考になればなっていうところと、まあ、体の小さい方とかですね、まあ、こうどうしてもねちっちゃいサイズ選んでもこのぐらいになるよって方とかでしたら、まあ、そういった着こなしといった大げさですけども、袖の調節具合とか、まあ、裾の調節具合とか、まあ、その辺をね、ちょっと駆使すれば、まあ、こんな感じでしたらギリギリ着れるんじゃないかなっていうぐらいの、ご参考になれば、個人的には嬉しく思います。まあ、どうしてもね、あんまりこう袖がもたつきすぎると、子供っぽくなるというか、借りた服みたいな感じになってしまいますので、そうなるとね、やっぱりあんまりこの本来の、シルエットの綺麗さっていうところは出にくいかと思いますので、まあ、そうなる場合はもう無理してね、このジャケットを選ばなくてもっていうところはね、正直あるかなとは思いますので、まあ、その辺はもちろんね、各々の考え方もあるかと思いますが、まあ、一つの、ご参考になればなと思っております。まあ、本当に非常に軽くてね、持ち運びも便利でシワになりにくくて、かつ機能性っていうところと、流行り去りがないっていう、このポイントをね、すごくね、特徴的な、ジャケットなんじゃないかなと思います。こちら快適なクールマックス素材を使った定番のナローパンツ、まあ、細めなパンツっていう感じになっております。クールマックスを使用することで涼しくドライな着心地が実現しているのと、まあ、通気性、吸水、速乾性に優れたクールマックスによるニット素材は汗を吸い外部に蒸発させ、より涼しく着心地も快適にしてくれるのと、またイージーケアであることも利点の一つなんじゃないかなと思っております。裾にかけて細くなるテーパードシルエットで、裾はスポーティーなリブ仕様となっております。結構細めなんですけども、とにかく伸縮性に優れた素材になっておりますので、まあ、動きやすくてアクティブなシーンにも活躍してくれるんじゃないかなと思う感じですね。太もものところはそんなにめちゃくちゃタイトっていうわけではなくて、やっぱり膝から下ですね、ここが少しテーパードになってますので、まあ、膝から下はね結構フィット感あるんですけども、もも付近に関しましてはわりかしゆとりもありますので、結構がっちりとした男性の方でも、ぴったり履いていただいてもそんなに呼吸窮屈感もなく使っていただけるんじゃないかなと、個人的には履いてみて思ったところですね。裾のリブに関しましてもめちゃくちゃきつくギュッと締まってるっていうよりかは、まあ、程よくね締め付けがあるような感じですので、まあ、あんまりこのギュッと締まって裾がこうなんていうんですかね、メリハリがすごく出るというか、たるみ具合がめちゃくちゃ目立つっていう感じよりかは、まあ、程よくね自然な感じの締まり具合と思っていただいたらいいんじゃないかなと思います。ちょっと抽象的な表現で非常に申し訳ないんですけども、まあ、個人的にはあんまりこうギュッと絞りすぎるとよりスポーティー感がね強くなってしまいやすいですので、その普段着としても使えるこの絶妙な感じのラインだと思っていただければいいかなと思います。でこちらは実際着用してるんですけども、163cm54kg で、こちらヘザーグレーの方はね M サイズを履くとこんな感じですね。まあ、本当に程よく、フィット感もあって、全然こう窮屈感全くなくめちゃくちゃ動きやすい感じですね。まあ、それでいて腰周りは本当にスッキリしてて、このポケットもね非常にこの手の出し入れというところもしやすくて、後ろのポケットだけベルクロで留めれるようにはなっております。サイドのポケットはスラッシュポケットですので、スッと、手が入るような感じの仕様ですね。でウエストに関しましてはウェビングベルトで調節は可能となっております。まあ、本当にストレッチも効いてて、このとにかくシルエットがねめちゃくちゃ綺麗ですので、結構ボリュームある靴と合わせてもすごくバランスは取りやすいんじゃないかなと思っております。
結構トップスにねボリュームのあるものを持ってきて、まあ、パンツをちょっと細めですっきりで、靴もまたちょっとボリュームで挟んであげると、またこれはこれでねスタイリングも非常に、完成しやすいんじゃないかなと思いますので、まあ、気になる方はねぜひぜひ、見てみてはいかがかなと思います。めちゃくちゃこの明らかに伸びるような感じの雰囲気ではないんですけども、あの普段のこの体の動かしによって体のねあの生地がねちょっとこうついてきてくれるような感じのイメージでした。でこちらお色違いの方のブラックですね、もうこれも本当に真っ黒って感じの、イメージなんですけども、まああのそんなに光沢もなくて、まあ、マットっていうわけでもないんですけども、もう本当にちょっと上品な感じのブラックの、印象ですね。まあ流行り廃りもなくて、とにかくコーディネートもしやすくて、まあ夏ねちょっと黒は暑いんじゃないかなって思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、結構ねあのクールマックスの素材で見た目よりかは全然涼しく快適に過ごしていただけるんじゃないかなと、この黒に関しましては、感じました。結構ねほんと上品な感じで渋いというかかっこいい感じはやっぱりこの黒が一番強いんじゃないかなと思います。まあ、また下もねやっぱりグラミチ独特の、ガゼットクロッチになってまして、非常にこの動き日常生活はもちろんなんですけども、まあアクティブなシーンとかでも、非常にねストレスなく動きやすく、履いていただけるパンツとして一つ持っていればね、まああのリラックスウェアとしても、使い勝手がいいんじゃないかなと思いますので、まあ何本も、持つ必要はない形かなとは思うんですけども、一つあると、結構コーディネートの幅も広がりますし、まあ家でもねあの使えたりしますので、まあ、そういったいろんな意味でも、使い勝手に関しましては非常に、いいんじゃないかなと思います。グラミチのロゴに関しましては後ろのポケットのところですね、こちらに一つあるっていうところと、ウェディングベルトの、先端の方にもグラミチのロゴが、入っております。でこちらも、ちょっとワンサイズ落として S サイズを履くとこんな感じですね。まあ、かなり、フィット感はね先ほどよりも、増すような感じの印象なんですけども、まあ、ウエスト部分に関しましても全然こう窮屈感ということもなく、まあ、かなりねあの伸びますので、あのそんなにウエストは全くこの S でも、窮屈感なく履けたような感じですね。まあ、ただ今ちょっとヒートテックの上に履いてますのでかなりこうピタッとしてますけども、まああの実際ヒートテック抜いて履くともうちょっとゆとりはあって、まあ、滑りもよく履いていただけるかなと思いますので、まあ、このぐらいでジャストで履く、僕の体型でジャストで履くならこのぐらいのサイズ感かなと思いますが、あんまりこの体のラインがね出るのが好きじゃないよっていう方とかでしたら、まあ、さっきみたいにワンサイズ上げてちょっと緩めで履いても全然あのだらしない感じにはならないかと思いますので、まあ、その辺はねもちろんお好みにもよってくるかとは思いますけども、まあ、そういった着方をしていただいてもいいんじゃないかなと思っております。まあ、黒はねやっぱりかっこいいですけども、個人的にはねちょっとヘザーグレーの方が、まあ、少しねこう 軽さというか真っ黒ほど重たく見えにくいかなと思いますので、まあ、そっちの色をね選ぶかなとは思いますけども、まあその辺も色のねご参考になれば個人的にはめちゃくちゃ嬉しく思います。もうこうやって見ていただければ分かる通りね、ウエストを本当にあのこのボタンでまあ一応止めれるようにはなってるんですけども、まあ、めちゃくちゃ横にこう広がるような感じですので、結構幅広い方に対応していただけるような感じのウエストの仕様になってるんじゃないかなと思いますので、まあ、本当にあのそんなにこうウエストちょっときつそうかなと思われてる方も一度ねちょっと履いてみると意外と履けたりするかもしれませんので、まあ、ぜひねあのお近くの店舗で取り扱っているところございましたら、ちょっと一度、履くだけでも履いてみてはいかがかなと思っております。